どうも高井です。未来の消費、買い物時間減少、思考時間減。私たちの身の回りの情報はインターネットの登場で爆発的に今も増えていってますよね。その代わりに商品を購入する際、もしくは商品を選びに行く際に、この商品いいものなのかなっていうのを口コミだとか、今だとインフルエンサーの人たちが発信している情報を見て、これは本当のことを言ってんのかな、それともステマなのかなっていう情報を見て悩むわけですよ。難しいよね。情報を入れれば入れるほど悩んじゃうわけです。でみんな考えて疲れ切ってるわけね。そこでサブスクリプションだとか、あとアプリケーション、それも AI が自動的に情報を取ってきてくれて、こういう商品どうですかっていうふうに提示してくれる。しかもあなた自身の好みに合った商品を提示してくれる。その方が楽じゃん。サブスクリプションだと何が得だっていうと、この本だとトヨタとかガリバーが月々車自体500万円以下であれば月々10万円で、200万円以下の車であれば月々4万円、その程度でサブスクリプションとして借り放題なんですよ。この車、いやでもこの車のいいかなっていうふうに悩む、その購入するときにまでかかる時間結構嫌じゃん。失敗したくないしなっていうときに、エンジンはその場でかけれるかもしれない。だけど乗って実際実生活で使ってみて、これ今の生活に合わないんだっていうのを避けれるわけね。その自分の生活に合った車っていうのを乗って試しに体験して買うっていうところはサブスクリプションに含まれてないんだけど、そのサブスクリプションを利用することによって失敗を避けることができるかなっていうふうに思った。これいいことだよね。失敗を避けれる、失敗を避けるんだったら、まあ車を買うっていう前提でサブスクリプションを使っていくのはありかなって思ったりもする。ただ税金かかるから持ちたくはないんだけどね。アプリケーションの話だと ZOZO タウンの話が載ってるんだけど、こういう服、こういう服、こういう服の中であなたはどれが一番欲しいですかっていうのを自分自身の趣味、思考によって AI が判断してくれる。これって実際に店舗に行ってその一から自分自身の欲しい服を選ぶっていうよりかは楽じゃん。みんな情報が多すぎて疲れ切ってるんですよ。勝手に選んできて、しかもそれは自分の好みに合ってる。だったらそのアプリケーション使う価値あるじゃん。どん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 みんなの溢れきっているこの世の中の情報の中で浴びまくってるわけですよ。浴びまくって疲れ切ってる中でそれを絞り込んで持ってきてくれるのはありがたいよね。この本は一足先の未来の買い物について書かれているので、皆さんも読んでみると、あ、そういう風に変わるんだねっていう。疲れ切った頭を癒す上でもこういう社会は望ましいので、ぜひとも来てほしいですね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。